ちょっとやらせていただきます。やめてください、先輩。もう負けじと。事務所の先輩なんですよ。あと京都弁どうですか、岡本さん。奈良県出身ですよね。そう、僕奈良ですよ。えっと、お、あれ、大空さんは。私大阪です。大阪。あ、そっか。大阪ね。大阪、ちょっと違うですね。今回、その京都やからさ。やっぱ、まあ、同じ関西圏ではあるんやけど。 やっぱちょっとね、そのイントネーションとか、ニュアンスの部分で、やっぱりちょっと苦労してるよね、僕たちだ、ねでも、関西出身でも。ねなんか、大阪だったらこうとか、京都っていうのがあるんで、ちょっと違うなっていうところで、感情が乗ってくると、自分の言葉になっゃって字の言葉がね。それ違いますって言われて、あ、うちってなります。おりが